はいどうもー、アポンプッシュです。来ました、夏といえば、夏といえばかき氷と焼きそばとか花火。あー、いいな。夏といえば、夏といえばカブトムシ。今日の企画はカブトムシ捕まえ。で、今からカブトムシ捕めに行くんですけど、まあ1時間以内により多くカブトムシを捕まえた方が勝ち。オッケー、たくさん捕まえたら勝ちね。まあ俺が絶対負けないな。カブトムシでは俺も17年前からの長い。なんで高校にいたの。それではカブトムシ捕まえにレッツゴー。ってことで、スタート地点に到着しました。で、これから始めつを、いくよ、いくよ、3、2、1、ゴー。あ、ふざけんなゾンビ。あ、ふざけんなゾンビ。ちょっと待ってた。おい、あ、いつか、ほら、ほら、ほら、ダドンだね。ダドン思ったのよ。いだって今見つけたよ。来た。見てください、ほら。メス。なんかこれノコギリコワタメスかな。早っ。一匹ゲット。あいつ弱え。弱え。いないか。いない。諦めろお前。とりあえずってことで一匹ゲットっす。あー、次行くの次。おおおお、何してるお前。あ、キモい、お前入れん。おお、バッタだ。バッタじゃねえっす。おお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 お。これバックって誰だ、何メートルだ。しゃあゲット。いや、多分まだいるかもよ、これ。ここに、しゃあ、しゃあ、あれ3ポイント。いや、あれノコギリだから普通に1ポイントだから。1ポイント、うん、そっか。ってことで第2ポイントに到着しました。いや、お前掴むなよ、マジで。伸びっから掴んでね。掴んだから。いくよ、3、2、1。あ、やばい。はい、犬じめ。今、旬。ここにはカブトムシが今旬。じゃんじゃんじゃん。あ？カブトムシいた。どこ？あの金の王さん。どうしたら。うっそぴょー。ということで、次は第3ポイントに到着しました。ここはマジでいるよ。本当？いや、でも今見た感じ結構いたよ。いくよ、3、2、1、ゴー。うわ、すげえ。普通にいんだけど。え、見つけた。え、
なんでおまこ捕まえなきゃ。これメスだよ。イエーイ、3匹目、あ、2匹目が、よっしゃ。はっ、お前なんで捕まえなきゃ。全然気づかなかった。順弱い。ああいう精米機にやっぱいそうだよね。順行ってこい、精米機さ。オッケー。俺言うからお前スターマーのことやつって。スターマー精米機にいたー。ほいたすげえ。順行ってこい、精米機さ。オッケー。俺言うからお前スターマーの声つって。しかもまた押すじゃん。でしょ、精米機にいるのよ。カブトムシは分かった。しゃー、捕まえました。精米機にいんだよ。ってことでもう1時間、うん、経っちゃったんで、はい、今純2匹と俺2匹、うん、今童貞なんですよ。ラスト、帰り道で、先に、一匹見つけた方がいい。ああ、オッケー。頼んでって。もう何でもいい。何でもいい。何でもいい。カブトムシだ。コロミ食べるぞ。カブトムシ。ってことで、ここでラスト。今、うん、今見た。いた。いた。もう 100%。でも何だかわかんない。あれカブトムシだ。絶対そう思う。これはおさぎと投下したからね。待って、ズルなしな、さっきみたいにガチャの。ここは正々堂々、おどおどしてる。OK? で、3、2、1、5。3、2、1、5。よよ3。ほよっしゃ、勝った勝った。しかもオスじゃん。やった、よし、いったんじゃ、見て、くしょ、よっしゃ、最後にオス、よし、あ、負けだ、やった見て押す。ま、勝利だから最後俺の頭に押すであげようかな。勝利した。カブトムシ。やっかったーし。マジ冗談脱ぎ、やべえ、やべえ、やべえ、髪の毛脱げるわ、俺。ってことで、カブトムシ捕まえ終わります。また来年捕まえっか。オッケーイ。ってことで、アポンプッシュよろしくお願いします。いや、もうちょっと待って、やばバイバイ。ちょっと今コンビニに来たんですけど、ちょっとすごい光景が見れました。ちょっと見てください。一匹二匹三匹4匹。じゃあコンビニさん4匹いいな。